はい、じゃあ今日は、自宅でできる、ゴルフの練習、すごくいい練習法を紹介します。駐車場ですね、ここは。で、車がちょっと半地下に入るような駐車場ですけど、これがまっすぐ、水平です。で、この駐車場は、まあ、このぐらい斜めになっている駐車場で、ちょっと画像でわかるか、このぐらい斜めになってます。ゴルフ場行くと、やはり練習場と違って、これぐらいの斜めのところではすごくたくさん打つ機会があると思います。意外とこういう傾斜でも、この軸、この仙骨ですね、この仙骨を中心にして振っても、やる練習って皆さんあんまりやらなすぎてるんで、今日はそれをやってほしいと思って、こうまず最初は朝起きた時とか体が硬いんで、ゆっくり最初からいきなりブンブン振っちゃうと体を痛めることになるんで、体の硬さ、筋肉が収縮しているのを感じながら、少しずつ少しずつ伸ばしていく。肩回す、ゆっくりできたら鼻で吸いながら上げる。下ろすときに鼻、上げるときに鼻でゆっくり吸う。このときにこの軸をぶらさないようにすることと、まずはここはこう斜めになってますから、左足上がり、左足上がりで軸を意識したまま、球が上に上がりやすいですね。こうロフトがあって、普通の平らなところだとこのロフトが斜めになるとこうなりますんで、ちょっとこう開いた状態になる。この状態でそのまま打つと、8番アイアンのロフトが9番アイアンのロフトに変わります。なんでだいたいこう球が上に上がりすぎて、グリーン届かずショートしたりします。なんでこういう場合は、大きいクラブ、いつもだったら平らなとこだったら9番の時を8番アイアンにして、この傾斜なりに打つ。もしくは9番のままで左足体重でロフトが寝ないように少し打ち込み気味に打つ。こう低く出す感じですね。低く出す感じで、イメージでこの素振りをする。向こうにグリーンがあるイメージを膨らませながら、あ、このぐらいの高さの球が出るだろうなとイメージしながらやってください。で、つま先、左足上がりが終わったら、斜めにちょっと動いて、今度はつま先上がりの左足上がり、これは左足上がり、今度はつま先上がり、つま先上がりの左足上がりに変わります。これでコースに行くとこういう状況もありますんで、軸がぶれない、フルスイングしてもバタつかない、下げた時に動いたり、打ち終わった後にこうふらついたりしないように、背中の軸を意識して素振り、打った後球が飛んでいく状況をイメージしながら素振りをしましょう。で、今度は真横を置いて、今度はこれがこう斜めになっている状態ですね。この斜めの状態で、まっすぐつま先上がり、つま先上がりはどっちに球が飛びやすいですか？
フェースが被りますんでフックしやすいですね。フックしやすいんでフックしないような球を打つイメージ、ちょっとオープンスタンスでフェースをまっすぐ出すイメージを持ったまま球質をイメージしながら素振りをします。でまた角度を変えて今度は十字の方向、十字方向に向いて今度は左足下がりのつま先上がり、つま先下がりのつま先下がりのつま先上がり、左足下がりの練習。左足下がりは今度はクラブのロフトが、8番のロフトが左足下がりになったことでロフトがこう立ちますね。8番のロフトが7番のロフトに変わります。このように立つと7番のロフトになるんで球が飛びすぎる傾向がありますから、グラブを一つ短く持つか、もしくは、ハーフショットで打つかというのをやってみてください、ね、ボールの位置は、こっちの地面が高くなってますから、いつもこの辺飛べてたのをこのタイル1個分ぐらい右にボールを置いて手前の地面にダフらないようなイメージを持って低くこう出していく、低くフォローを出していく。だけどここをしっかり軸を意識して止めておくことで打った後こうくねってならないように軸を意識、軸を意識したら、ここでまた左足下がりのつま先下がり、左足下がりのつま先下がりの練習で、今度はまっすぐ、つま先下がり、まっすぐつま先下がりで、こうやって一回転することで全部の傾斜の、体感することができるようになります。で、このぐらいの斜めの傾斜をやったら次は、急な傾斜のところに行きます。殴ったりとかしないように気をつけながらやってください。ここの角度は、まあ、ここを水平です。で、ここの傾斜はですね、このぐらい傾斜してます。このぐらいの傾斜でもまた練習しておく。左足上がり、つま先上がり、左足下がり、で、つま先下がり、ね、あとはもっと、急な傾斜も大事ですけど、ほんの少し緩い傾斜、平らだけどほぼ平らだけどちょっと下がってる、これだけちょっとだけ下がってるのは結構ティーグラウンドにありがちです。あのティーグラウンドも真っ平らじゃなくて、水がたまらないように水はけがいいようにどちらかに傾斜させてますんで、こういうちょっとした傾斜でティーグラウンドで打ってるイメージを持って、左足下がりでもドライバーでバランスよく軸を意識したまま振る練習。こっちに排水口があるとこっちに傾斜してますからね、イングランドでも。例えばこっちに池があるとかだと水はけがいいように池の方向に少し傾斜してますんで、そういうとこでもティーショットドライバーが右に曲がっていかないように、こんな感じで平らなとこだけじゃなくて3種類の傾斜で練習するようにして、とにかく軸を意識してやってみてください。
本当はすごく教えたくない、なんかこうこの人に勝ちたいって思ってる、人がいるに、この人に負けたくないっていう人がいるんですけど、その人に見られたら嫌だなと思うような画像ですけど、なんかこう皆さんに、ゴルフもっと楽しんでほしいなと思ってアップしましたんで、ぜひやってみてください。チャオ。